いいぞ、とどめを刺すか上野裕樹。ワンダイブクラッチ、フランケンスタイルパワーオムで切り返した。カウント2、チャンスをつかむか。今ここチャンス、行くしかない。このチャンスにもう遠藤は叩き込むしかない。トーチャーラック上げさせない。オーバーヘッド、トラスティック、トーチャーラック、トーチャーラック、トーチャー、おお、膝を出しましたね。ストマック逃げました、ね、はい、ゴートゥーホスピタル。そしてカナディアンデストロイヤー。ここで遠藤は休まない、何度でも行く、連続攻撃、旋回式トーチャーラックボム。はここしかないと言わんばかりに、もうシャニムに行ってますもんね、はい、もうリズムはへったくれもなく、もうとにかく次から次へと大技を繰り出していきます。どんどん行け。ついに遠藤が勝負をかけるか。押されていた試合をこれでひっくり返すか。至高のバーニングスターブレザー、まずは一勝、この一勝はでかいぞ。DO グランプリ開幕、俺は覚悟を持って今このリングに上がってる。DO グランプリのその先には KOD 無差別級エクストリーム級、そして上野裕樹が持つユニバーサル級、すべて俺の眼中に入ってるぞ。そのために、そのすべてを手に入れるために、俺は必ずこの DO グランプリ優勝する。次は11月3日横浜だな。相手は佐々木大輔。カリスマ佐々木大輔、どうやら俺のことを覚えててくれたみたいだから、それをカリスマの優しさだと受け取って、11月3日思いっきり甘えさせていただきます。そして残り公式戦全て俺が勝って、再び DDT の頂点に上り詰めるから、遠藤哲也から目を離すな。